ライバルだと思ってるラッパーは。ライバルですか。いや、いないっすね。ライバル、いないっすね、別に。というわけで、八文字さん、はい、ここまで、ここまで、八文字、ここまでどうですか。ここまで見てきた結果、一番やべえってところは、やっぱりステージの上ではねえのさ。控室や路地裏、話は始まった、シャッター、切られたらラッパー、名乗り上げるのがそれしかねえ、最後の手段、もうちょいいだろう、負けたやつの言葉なんていらねえんだよって思ったかもしらねえが、これからも続く。ここまでハングリーなやつが他にいる、いるなら教えてくれよ、次会う日まで楽しもうぜ、Go to my way! というわけで、小池さん、以上です。ありがとうございます。あのね、もう進行がありますんで、八文字戻らなきゃいけないんで、それまでに八文字を取らなきゃいけないんですね。これお借りしました。大丈夫です。ね、八文字は優しい。ね、ありがとうございます。でも合ってます。黙っとけ、チルドレンドンマン。はい、でも忘れちゃいけないのは子供心。いえいえ、最後まで遊びを追求。いえいえ、もうちょっと本気になるまで己の言葉と相手の言葉を噛み締める。終わんねー、そういう戦いかと思ってしまう。どうする、八文字、どうする、諦める。いや、大きい声でやる。オッケー。というわけで、とりあえずこの場で大きい声でやる。男前なとこ見せていただきました。いやいやいや、でも本当楽しかったです。でも今日ラップずっと良かったね。今日、いやでも本当に、もう1回戦もさ、4人がもう全員噛み合ったじゃん。いやもう、あれ1回戦もなんか本当個性と個性のぶつかり合いだったじゃないですか、ね、あ、これ一歩でも引いちゃうと完璧にダメだなと思ったんで、うん、もう行かなきゃと思って。いや、今ね、すげえ確信をついてると思う。やっぱ、やっぱ若いラッパーの子で最近すげえ思うのは、その前に出なくなっちゃう瞬間っていうか、あ、いいかなって思っちゃう瞬間っていうのを感じる人が多いから、その辺りやっぱガッチリいきます、ね、いやでも本当、延長、そのシュリケンさんと延長になった瞬間に、うん、先に心が折れちゃったんで。折れちゃった。そこが折れちゃったの。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 結構見てると2階席からもしっかり声も手も出てるし、いい感じですね。いい感じだと思います、うん。ちなみに年、あのステージから見ると年齢的にはどういうぐらいの年齢の人か。あ、いや若いっすよ。若い、今日若い、うんうん、だし若いっすね。なんか、うん、可愛らしい子が多い、うん、結構。あとはあの見てると、やっぱどんなスタイルでもしっかり武器が出たやつにはしっかり反応あるなっていう印象で、抜かれたいミステリオのあの感じとかは結構すごかった、ね、そう。俺もさっきインタビューで、うん、この、まあ、東西の、うん、こう今後のって感じじゃないですか。あの人気も本当に、あの敗者復活の人気が1位と2位だったんで、うん、でもなんかあの感じすごいですね、うん、あのお互いもうあまり嫌いでは、まあ、むしろ嫌いではないし好きなんだけど、お互い人間としてってことね。でもやっぱ決めに行かなきゃいけないという覚悟と葛藤の勝負は、そうね、あ、結構すごかったなと。それはそれこそマカとミメイとかもそんな感じだったもんね。そんな感じだったね、まあ、どうしてもこうやって仲良くなっていくとそこが難しいって時もあるよね。まだジョー、うん、母の子宮とかも、うん、やっぱジョーは結構今回優勝候補かなみたいなこと思ってたんで、うん、あ、ジョー母の仕組みがちょっと相性悪かったかなみたいな感じで、あとガードマンとユーマもやっぱりガードマンが、そうだね、あのユーマが盛り上げてガードマン勝つという、うん、感じとか、あとはミリちゃんと手裏剣、うん、まあ良かったっすね。やっぱミリちゃんはもううまいね、ラップめちゃめちゃうまかったね。それを感じましたな。これ東京に出たいとかそういうのはないはありますね。9月いっぱいでとりあえず今の仕事辞めたら、うん、10月くらいからは東京で活動したいなと思ってます。なるほどなるほど。ちなみにあの誰か DJ の知り合いがいるとかっていう感じでもなく、あ、もうとりあえず一人で撮るやつ、とりあえずって感じですね。いいですね。やっぱもういくつだって今97年生まれなんで、うん、次22ですね。22。じゃあもう勝負するとしたらこのタイミングしかないもんね。そうっすね、うん、なるほどな。じゃあ勇気を出しての覚悟は決まる。正直 UMB とかの結果を見て、はい、俺もここはいけるんじゃないかっていうか行くしかねえなって感じだ。はい、そうですね。そうだよね、行きたいっす。
僕22歳の時に童貞を捨てました。22歳は人生転機だぜ。ターニングポイントスターニング。やっぱ噛み合った4人とか3人とか噛み合った時の爆発力はやっぱこの普通の MC バトルとはまたちょっと違う。そうなんですよね、うんうん、あの良さを良さが掛け算で3倍4倍じゃないですか、うんうん、いつもの足し算じゃないんで、うん、ちょっとね、うまい具合にばらけてくれたのが良かったのと、うん、あとやっぱ持ち味それぞれ濃いんで、うんうん、それが今 120% 出てると思うんですよ。そうだね、美味しい時のところの美味しい感感じがうわーって感じ、もう凝縮してるんでやつだね、はい、で延長になった時も大体なんかうんっていう延長よりもしっかり均衡した、うん、もうこれはもう延長するしかないって感じ。だから審判して、審判ってか、司会やってても大変でしょ。大変ですよ、もう、ね、うん、で結局一人じゃないですか、うん、残るのが、うん、だから、あんだけ半々で一人に決めるよりはやっぱ延長で白黒なんで、うんうん、で、あとは、あれですね、ピースなやつが多い。まあそうだね、うん、なんかやっぱり、なんか牙ガーっていうクワガタみたいなやつあんまりないもんね。クワガタみたいなやつはやっぱでクワガタ型で残ってるのは2名かな。2名と、うん、そうっすね。でもユーマロも、うん、おしゃれでなんすかね、ウィットに飛んだというか、おしゃれクワガタ、おしゃれクワガタ、おしゃれクワガタだったってことですかね。そうっすね、うん、きらびやかな。一方、はい、ジェイクは結構今日キレキレっていうか、ジェイクの一番の武器がずっと出続けてるっていう、うん、あ、いやでも、うん、あいつの魅力ってやっぱ人間性なんですよ、うん、なんで、まあ、そこが隠さずに、カッコつけずに出すじゃないですか、ね、一番自然にラップしてるのはジェイクかなっていう、うんうん、そうですね。であとはガッティが、うんうん、どういうテンションなのか。いや俺はもう正直今の予想では、はい、ガッティはもう次の時にはラップできてないと思う。あんだけベロでベロベロでいけたらそれはそれでちょっと記録として残すべきだと思うから。そうですね。これは楽しみです、ね、見守らないと。そうですね、うん、逆にもうみんなががっかりする可能性もあるってことですよ。あと4人いるから、うん、最初の人あと 8×3、うん、余っちゃうんですね時間が、うん、すげえ話しかけてくるんですよこうやってガッティとか。一方、はい、この後は1対1の戦いになるから、1対1ですから、もう8文字も、うん、もうやれよってことになる。いや俺がクワガタっすよ。もうなるほど、はい、真ん中クワガタ、真ん中クワガタが出ると、はい、なるほどね、いいですな。じゃあこの後も、まあ、お客さんたちの盛り上げもしっかり盛り上げつつも、はい、まあ1対1のやつなんだけ、はい、よりこのなんだろう、神聖なこの空気を作る。そうですね、フェアな、はい、得意でしょ。得意ですよ、フェアな、はい、空気なんか読まない。かっこいいやつが勝つ。おっ、ってやれ。いや、かっこいいやつが勝つ。2回言うんですか。いいこと言ったらカメラ目線にしっかり。ああ、なるほど。正直結構こう今日いろんな出てきたやつに聞いてきたんだけど、全員ほぼほぼ、やったことあるって言うと、まあやったことあります、呂布カルマとね、呂布カルマやったことあるけど、大体ボコボコにされたってみんな言ってるけど、やっぱボコボコにしてきたってことで大丈夫かな。ボコボコにしてきましたね。ってことは今日もこの後もボコボコにしていくということで。でも、ユーマローとユーマローとミメをやったことないんで。ああ、なるほど。あとガッティと誰だ、ジェイクか。ガッティとジェイクはボコボコにしてて。嫌なやつじゃないよ、ただの。うん、まあ、そうっすね。そうだね。でも、まあまあ、なんかこっからあとベスト4で2試合ありますね。そうだね。で、そこでなんかその会場をそいつらが味方につけて、で、こう覚醒した状態で上がってくるんだったらちょっと面白いかなって。で、4人のうちどなたが上がってくると思いますか。今見た感じだとジェイクが、まあ、調子良さそうなんですね。でも結構ジェイク、今日のジェイクはなんか会話型っていう感じだったから、いつもそうじゃないですか、うん、でその中で結構ミーメイは割と一番バトル系があるこの4人の中で現状。多分ガッティはもうお酒的にもうそろそろ限界。さっき偶然勝った感じ、偶然勝ったので、その後はどうなるかっていう感じだと思うけどね。さあ残すところ、じゃああと4人から1人になりますが、もうエンジンはかけたんでしょうか。もう髪型もだいぶ整いましたもん ね。髪型つけたらもう欲カルマになるって感じでしょ。いやいや、まあまあそうですね。そうだね、多少気合入ります。気合入る。じゃあ格
こいいところを見せていただきましょう。まあ、ちょっと今までここまでの試合でラップなのか何なのかわからんバトルをいっぱい見せられて、ちょっとアクロさんのライブを見てちゃんとヒップホップ吸収して倒したろうかなということで、今回もバッカバカにするってことで大丈夫ですか？もちろんです、もちろんです。だって1回目ですからね、なんかこのイベント1回目で、いきなりタワーマスタースコンってなったら、なんじゃそりゃ。そうだ、現在2019年 MC バトル日本で一番強いのは間違いなく緑カルマではあります。だが今日一日でもしかしたら、そうそう、その日の正義っていうのがあるから、わけわかんないんですよね、それは。まあでも別に、まあその日一日のストーリーぐらいに塗り替えられとったらね、それはそれで情けないということで、カードは決まっておりますので、1対1のガチンコバトルということでいきましょうと思います。まずはサードステージ第1試合、